ここで。しょ。もうちょっと飛んで、でかいの狙いに行ってもいいかもしれないですね。上にね、うん。ここでもめちゃ深いですよ。この辺が一番あるかもな。希望はデッドスロー。なるほど。あんまりセーフするっていうかは、ゆっくりゆっくり引っ張って、この障害物の辺をしっかりゆっくり通す。乗り上げた。多分今風のないじゃないですか、うん、だから多分アクションを嫌ってるかもしれないですね。これで風があったりちょっとすごい勢いの流れがあったりしたらもうちょっとアクション強くして動かしてね、気づかせたりとかいいんですけど、ちょっとペターとしすぎて流れもそこまで速くはないんで、うん、よりゆっくり誘って目の前にアプローチした方が来るかもしれない。夕方とかだったらアクションした方がいいかもしれない。丸々太っとるやん。めっちゃくっつき虫やん。どうしたん。はい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 、かわいいね。はい、バイバイ。なんか明らかに2段分いっとるからね。確かに少ねえな、今日は。すげえいいバイトですね。めっちゃでかいと思ったらちっちゃちっちゃいけどがっぷりいってんな。やったぞ、またオープニング2インチすげえな。でもサイズすげえ下がるけど、これ数めっちゃ釣れるかもしれない。そうやね、確かにね、ちょうどいいかもね。しかも本当誤算のエビのサイズにぴったりなんですよ、うんうん、程よいアピールがあり。やったよ、めっちゃいい当たりだった。ええー、2本目、うん、いいっすね。いいね、年末でもこんなポロポロ釣れれば。本当な、そういうリグがあると強いよね。メリークリスマス。終わったね、昨日だねそれね。昨日だよ。昨日ですね。昨日だよそれね。もう26日だから違うよ。よし、オッケー、オッケー、ナイス。これちょっとやばいかもしれないです。だからこの子コンパクトでアピールが適度にあるってのはいいよね、はい、これピンテールとかやとさアピールないもん、ね、ちょっと弱いですもんね、うん、だからそれがいい時もあるかもしれんけど、ちょっとこう見つけてもらいにくいよね、うん、ちっちゃいのにめっちゃブリブリしますもんね。いいよねこれね。いやこれめっちゃ強いかも。いやめっちゃでかいと思ったもんな。めっちゃでかい形でした。結構ね、竿もいい曲がりですよね。リボルテージいい曲がりしてた。すごいね、もう東大元暮らしだからね、これもうほんと足元の壁際グッタって言える、絶対間違いないですぐらい持ってた。お産結構根がかり多いんでオフセットフックがいいっすね。そうやね、確かにね。オープニングには今3番、4番か、4番、4番ね。ラストですね。ラストやね。次回の狙う風も整ったんで、
あと1時間ちょい。いきます。オッケー。シャットね。流れ止まったな。あ、でもあるか。止まってないか。ね、硬いのに当たらんよね。あ、ボラいるわ。あ、こっち落ちてる。うん、ボラだらけ。東京に帰って。そうですね。二人して大好きな場所だよね。止まったんやな、じゃあ。だからあのシャローのやつも覚えたんか。魚？うわっ、こいたかい。これどういうことですか。え、これ待って、ウロコあんの。ウロコっすよ。ウロコオン、ウロコなの。ウロコオン、ウロコ。これどういう、これ巨大魚っすよね。巨大魚はまあこっち巨大魚です。濃い、濃いやね。ねえ、こっちちっちゃい方はバスっぽいけど、ボラっぽい感じもあるけど、でもなんかバスもうちょっとちっちゃいか。そうですね、今ちょっと2トールっすよね。魚が動き出したから当たり出したから。うわ、これ絶対バスじゃない。うわ、なにこれ、なにこれ。うわ、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 マモルさん、これ違うて。あー、なんだ、マモルでかい。うわ、海津名物来たよ、これ。うーわ、すごいわ、これ。すごいね、このねっとり具合が。糸すごいやん。うーわ、ちょっと色がいいっすね。あー、結構、いや、美味しそうよ、これ。ね、そこに。こうね、これおとなしくなる方法ね、持ち方ね。はい、生持ち方ね。嫌いじゃないですけどね。おとなしく。うわ、ツヤツヤだね、これ。目可愛くないですか。可愛いね、愛くるしいね、本当に。可愛いね、これ本当に。なんかおかしいと思ったんですけど、こんなに撮ったんですよ。そうやな。グラマラスよね、これ。グラマラスですね。すごいね。可愛いね。どうした、交代しましたか、最後。ラスト、ラスト30分ね。ナマズで力尽きたっす、僕。持ってくよね、本当に。ナマズ入れたら。ナマズするのは、これやん。取んなよ。取るんじゃないよ。お、4号スト。ちょっと落としてみたかな。いいっすね。うん、うわ、かわいいな、ね、バナナみたいな色ですね。やばいね、これね。はい、ちょっと嘘です。このサイズ感というさ、超かわいい。4号っていうのがあるんだよね、そうしたら。やっぱ浅いところじゃないですか。4号いいっすね。1メーター、1メーターあるかないかぐらいの水深やね、だから。はい、まあ、ここなんかはちょうどいいかもね。うん、ちょうどいいっすね。いいな、4号釣れるっすね、絶対。ダサかったらな、イメージ湧くっす。真冬でも美味しいやんな。
忘れそうだな。お、ガチっすか。お、お、お、マジ。お、いやー、頼む、マジ頼む、マジ頼む。おっしゃー。いやー。おっしゃー。やったよ。やったよ。おー、危ねえ、今ね。えなかと思ったですね。あんま動かなかったから、まあ、動かなさそうなかこの感じだもんね。おお、バレた。やーべえ、マジっすか。食った4号にしてですかというね、小型化にして。いやこれいいバスじゃないですか。いやコンディションはいいね、はい、ちょっと白っぽくてやっぱ動かなさそうな少ないからムチムチだよ4号ね。いややっぱちょっと浅いですもんね今日。そうだね、だから減衰した時に、うん、今これでやっぱこれでも全然届く、はい、当てながらでコンパクトシリアスにして、まあ、自分のプレッシャーもあるしね、ちゃんと巻いとったから。うん、まあ、人もそうだし自分のプレッシャーもあるから。いやいいっすね。これがね、そのシャットたくさん種類あるから。そうですね、うん、このシャット水深に合わせて、そう基本的にはボトム叩くっていうのが最低限、はい、叩ければいいバス。やったやりましたね。帰れるね。帰れますよこれ。俺も気持ちよくラジオ行けるわここから。やった。みんな冬でも楽しんでくれ。ありがとうございます。ナイスピース。やりましたね。やったね。だって、いや、年末っすよ。そうやね。4匹っすよ。素晴らしいね。はい、実質6時間ぐらいでね、うん。うん。よかったよかった。やはり2人の力を合わせれば。釣れたね。かなり釣れますね。よかったね。ソウルシャットとホームリングで、はい、食わせとリアクションとね、まあ、冬らしい釣りで間違いない。まあでも冬の王道はやっぱり自信を持ってやるべきだから、はい、うん、僕らもあれこれやりたくはなるけどね、やっぱり最終的にはこういう釣りにこう頼るところあるんで。そうですね、いやよかった。まあでもやっぱ特大は出なくても、うん、やっぱああやって冬でもポンポン釣れたら、うん、いやいいと思う。いいっすよね。すごくいいと思う。モチベーションも上がって、そうなの、これがまた一個一個積み重ねて、またシャット投げようって思うしね、ホームリング投げようと思うしさ、そうそう、そういう積み重ねがすげえ大事、うん、まあ、タイミング合えば全然でかいのも来ちゃう、そう釣りじゃないですか。うん、間違いない、間違いない、はい、よかったね。いやでもルアーの推進セレクト良かったっすね。よかったよかった。いろんなタイプあるから、はい、SR だったりノーマルマンを使ったりとか、はい、ノーマルでこの前釣ってたもんね。そうですね、うん、さらに減衰した今日はやっぱその SR と4号も使い分けて、ね、うん、当て込んでいくと、はい、思いまして。いやーよかった、2019年、はい、ラストのチューブチューブ終わりやね。終わりですね。もう気持ちよく帰りましょう。そうだね、雨が降ってくる前に。ほんまやね、もう暗いんでね、はい、そんな来年もね、いきなり、始めれるといいんですけど、はい、まあまあ、まあ、予定と遅刻さえしなければ本当頼むし、ね、本当に頼むいや新年ちょっとね、そうそう、なんかやりたいですね。ね、せっかくですね、はい、まあのらりくらり、はい、行きましょう、まあ、行きましょう、ね、ってことで皆様今年も一年ありがとうございました、はい、もしかしたら来年これがオンエアになってるかもしれないけど、はい、今年もよろしくお願いしますというところで、はい、終わりにしましょう。いやお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、良いお年を。良いお年を。